チュースピースの客のショータンです。サッサンです。アサちゃんです。本日も最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。知ってる方は知ってると思うんですが、はい、昨年末にアサちゃんがちょっとね緊急手術をして、そのまま緊急入院をしたんですよ。はい、あのアサちゃんの入院記録を、うん、あの X に上がってるやつを見ると今日の朝食、今日の昼食みたいなさ、病院食だね。そうそう、あの今日のワンコシリーズみたいなのがさポンポン上がってるわけですよ、食事バージョンが。ね、それを見る限りだと絶対量足んねえだろうなとか、うん、あとなんでかわかんないけどフランスパンのちっちゃいようなやつが4つぐらいなんか置かれてたりとか、面会に行くたんびにこうどんどん血色が良くなってはいたもののどんどんこうなんかねしぼんでいくというか、あの風船をさ、あの1週間ぐらい部屋置いておくとさ、なんかこうシワシワになってこうギュチューってなったりしてんだなんかそんな感じに朝ちゃんがなってきてたんで、これもしかしたら体重が落ちてんじゃないかなと思ったんで、はい、まあ落ちてるやろうな、うん、ちょっと今日はね朝ちゃんの体重測定をしてみようかなと。もうあのでかいやつ使わなくてもいけると思うんだよね。あの体重計測れるんじゃない、うん、あれ180キロまででしょ。うん、おそらく絶対ないでしょ180は。うん、ないでしょね。まあ、とりあえず本編の方ではい測ってみたいと思います。はい、ということで本日は朝ちゃんどれだけ縮んだの、イエーイ縮んだ。いや俺だけじゃないっすよ、みんな測るっすよ。あ、測んないっす。いや測んないっす、おかしいやん。変われへんもん。測れ、変われへんもん。ここ変わるけど変わるんかい変わるけど。ということで本編のご覧ください。11月だっけ身体測定をしたじゃないですか、ピスケの末ぐらいじゃなかった。11月、新たなプロフィールを作ろうみたいなことで。覚えてません。なんか作ったんですよ、うん、で、その時に測って朝ちゃんが200キロを大幅に切っていたんですよ。あの時178ぐらい、十分重いな。ん、十分重いな。でも元してたらさ。あ、そうだね、うん、いや、もっと200250ぐらい。ないないない、なかった。マックス何キロだっけ。マックス210キロ。うちに入ってきた時210だったんだっけ。まあ210はないにしろ200キロは超えてた。うん、200キロ超えてて、その後なぜか知んないけど現役時代の記録を更新したっていう謎のことが一回あって。更新したの。うん、あ、マジで。うん、あの、あ、そうだ、言ってたな。現役時代じゃなくてピス系に入ってから記録を更新するっていう、うん、謎のことがあって。で、あの時測って178だったじゃないですか、うん、で、なんか見るたんびさ、ちっちゃくなったんじゃねみたいな会話をしてたじゃないですか。日本には変わんないんじゃないみたいな感じだったけど、うん、で、178だったから、いや、めっちゃ落ちてんだよ、うん、これまさかな、まさかの、まさかのまさかのあれなんじゃないかっていう、うん、どれどれじゃねえ、どれどれじゃねえ。で、それをまあ今回の入院の時にいろいろ検査したら、採血ね。うん、で、まあ採血の結果、はい、まあ血糖値が高くて、うん、糖尿だって言われまして、例だね、うん、そもそも行った理由は別だったんだけど、うん、まあそれと並行して糖尿の治療もして、で、まあツイッター見ていただければ分かると思うんですけど、地獄のような食生活をし、入院生活なんてしょうがないです。地獄でした。バッチバチの内科手術でした、うん、まあね、その結果、うん、落ちたのではないかと。まあ落ちたでしょうね。いや、確実にさ、ここさ、首らしきものがさ、見えるもん。前、首らしきものをどっか行方不明になってたけどさ、言われてるぞ首ないって言われてるぞ。え、あんたって。いや、今首があるから大丈夫。あ、首ある、うんうん、首が繋がってる。測ってみますか、じゃあ、うん、じゃあ早速、はい、測ってみんで。はいはい、はい、じゃあ早速ね、体重計乗っていこうかと思います。俺足の先とか映されるの嫌いなんだけど。もうこれだけ見たら汚ねえもん。やめろ、やめろ、これさこれ全部傷や、汚れじゃねえ模様。一回足離して、ゼロになってる。なってるじゃん。本当だ。はい、どうぞ。いきますよ。はい、出ました。
1722キロ。 172? 172.2 っす、うん、続く。はい、ということで、まあでも、え、俺だけでいいの測るの、うん、いいでしょ、うん、大丈夫大丈夫、うん、いやほらプロフィールからさ、ほら、あ、大丈夫、うちらそんな変わんないから、うん、うん、誤差、誤差、正月太りとかしないでしょ。いや、しないしないでしょ、だって正月食ってねえんだもん。だって正月、なんか入院ので駆けずり回って大変だったもん。あ、じゃあ逆に痩せてんじゃない、さっさん痩せてるかもしんないけど大丈夫、あの、なんかの時までに戻すから。なんで固くなりやがんの二人と。いや別に、いつか撮ります。またプロフィール更新の時に撮ります。はいはい、え、でもまあ入院してて食生活がそうだったっていうのでも落ちたとしても、うん、今までのその体重の減り方からすると、まああの食生活してたから落ちたぐらいで、そっちの病気の方は影響してない気がするんだけど。糖尿ね、うん、うん、落ちた感じの数値からすると、うんうん、そうですね、だから多分糖尿の影響はその11月測ったぐらいの時のあれだと思うっす、うん、だからその時って結構急激に落ちたじゃないですか、うんうん、シュンって小学校1年生1人消えてるからね、うん、消えてるからね、見た目は変わらんけど、うんうん、子供1人こっから吐き出してセルみたいなあれじゃん、なんだっけ、ピッコロ大魔王や。あ、そう、ピッコロ大魔王だ、あの卵を産む時やブーッつって、そういうことだったの、産んでないよまあとりあえず、はい、今日はそんな感じでございました、はい、今年のね、あの頭に抱負と言って全員健康って言ってた割に、あの年末年始にかけて、あの一人不健康でした、はい、はい、それなんで、あの今年の朝ちゃんの抱負はちょっと変わりまして、はい、健康に過ごすではなく健康になるという方法、はい、はい、ちょい変化だね、うん、まあとりあえずそんな感じでございます、はい、はい、ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。はい、それではせーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他の情報は説明欄をチェックしてみてください。それでは、せーの、チャオ。